現在でももう世界的にめちゃめちゃ有名な映画のモデルとなった人物です。すげえ。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。毎週金曜、トシデン。イエーイ、トシデン。本日は何を思っていましたか。まあみんな架空のキャラクターってね、結構好きだと思うんだけどもね、実在にはいないキャラね、キャラね、キャラね、当たり前のこと大きな声で、実在にはいない。険しいです、険しいです、難しいです。空想のキャラクターといえばやはり狼男ですよ。なんでやねん、やはりもっといるよ、やはりあってもっと空想のだったらこいつです。なんでやねん。東ヨーロッパを中心に流行してるわけですよ、狼男って、はいはいはい、そこの北欧神話の中にもこういろいろ狼男が出てくると。何を指しているのこれは。俺の好きなブランド。あ、いや、なんでこのタイミングで、え、なんで、え、なんでリボンさんがこれハマったとか言い出して、俺自分のブランドみたいな言い方するんで、先に俺が動画出してアピッとこうかな。それは正義だな。意地でもこれでいこうと。なるほどね、これガンをお前に負けずに。神話にも出てくるぐらいだから架空のキャラクターだと思うじゃないですか。はい、ですがというのが僕が年齢です。マジっすか。近年ね、狼男を目撃したという情報が世界各地からね集まっているわけで、世界各地いろんな情報を今日はね喋っていきたいと思います。2009年にブラジルサンパウロでね、20歳の女性が普通の夜中の街を歩いていましたと、はいはい、そうしたところ後ろから巨大な男に襲われて、振り返ったらなんと毛むくじゃらで、もうあたかも狼男だったと。やばい。なんとですよ、はい、そちらの画像がございます。見たい。マウイズ、マウイズ、マウイズじゃねえよ、もう5、6人のあの音楽グループだ。妖怪じゃないのよ。画像を見せますから、はい、こちらです。え、でこく形おかしくない。これ街の監視カメラですね。でこれ逃げてる様子を捉えたっていう。おかしいじゃん、尻尾あるじゃん。そう、尻尾もありますね、これ関節の…足の曲がりはね。そうだね、もうこれがなんかこれが唯一あたかもっていう感じだよね、うん、女性は暴行されたんだけど幸い軽傷で済みまして大事には至らなかったんだけど、うん、もうこのことがきっかけになって、そのブラジル政府は夜中外出禁止のその政令、政府の命令を出すぐらい、はい、ガチガチになった、次に紹介したい目撃情報がブルガリアに移ります。ブルガリア2014年の話です。狼男の亡骸じゃねっていうのが発見されたんですよ。亡骸の画像もありますんで、はい、それがこちらでございます。バレンこちらでございます。ああすごいなこれ、先っぽはなんかあの、狼っぽいじゃん、牙もあって、出てるしね。でもなんか、この目元の感じとかさ、だから狼男なのか。そうそうそう、戦争の跡地かなんかで、木箱があってね、こう木箱あるでしょ。この木箱は薬でぐるぐる巻きにされてたのが放置されてて、この道のそこら辺に、なんだこれって思って開けたら、これが出てきたんですよね。専門家の人に、これどうなってるんすかって言って届けに行ったのよ。そしたらその専門家が言うには、どうやらこれはただの狼だと。マジで？そう、これただの狼らしい。そんな感じなのか。これただの狼ではないんです。パジェット病っていう、はい、まあ、病気にかかってしまった狼の亡骸なんではないかと言われてるんですね。パジロ病、そのパジロ病じゃない、車なんだよ、高級車って。パジロってお前。だってこれで言ってたで、早っ。この病気に感染してしまうと、ちょっとじわじわ切る、ちょっと頭から離れる。これに感染してしまうと人間のようなこの口になってしまうっていう病気になってしまうと。まあそれかキヒっていう猿わかる、うん、ああ、はい、そういう猿、それと間違えてこの箱の中入ったんじゃないかと。なるほど、間違えてこの中入るはないでしょ。まあそうですね、そうですよね。頭だけひょって頭だけひょもう来ないでしょ。だからこれ明らかに第三者の手によって入れられてますよね。じゃあなんでこんな狼男伝説が広まったのかっていう話ですよね。そうですね。ちょっと、いいともですか。有力な説が3つあります。3つ、はい、1個。あ、何ですか。はい、言ってください。野生のゴリラ説。違いますね。もうあれじゃない、病気じゃない、毛がわーって生える病気。あ、まあ病気はあるよ。まあなるほどね。あつきさんは猿と狼のハーフ。猿と狼のハーフ、あー、まあ人間と狼のハーフみたいな。種別を超えてくるぜ。種別を超えてくるぜ。どこに引っか
有力な説、じゃあまず一つ目、はい、摩耗小説。あ、俺が言ってたやつそれじゃん。そういうことです。摩耗症だから、まあそうですね、一種の病気だから病院は合ってますね。半端ないで、毛がね。これ半端ないです。これ毛が半端なく生えてしまう。何だろ、顔とかにも毛がかなり密集してしまう病気だよね。そいつが凶暴だったってこと。凶暴とかそういうわけではないのよ。シンプルにその毛がここに集まってしまうから、遠くから見たら他のとこっぽいなっていう。確かに。まあそれの画像もございます。はい、こちら、ペトルス・ゴンザレスという人ですね。1500年代の人ですね。アイリ2世っていう人に見せ物として最初は結構扱われたんですね。そうなんだ。まあでもだん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 位が上がってって、王宮内で働くようになるまで結構出世する人なんですね。すごい。でね、これちょっとおもろいのが、現在でももう世界的にめちゃめちゃ有名な映画のモデルとなった人物です。はい、映画のモデル。はい、なんでしょう。映画モデル。あ、今度実写化やる？ライオンキング。あー、違いますね。どちらかで言ったら美女と野獣だろ。お、正解です。そうじゃん。え、美女と野獣のモデルと言われている人物。野獣。いや、ツッコミが正解を。そう言われてみればちょっと似てないなって。うん、まあまあ、めっちゃ似てる。うん、似てるでしょ。すごいよ。俺も調べててびっくりした、本当に。今日はじゃあ、ここからディズニーの都市伝説。ちゃいます。来た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 。マシンがあれ、マシンがあれ。いいぞー。おい、かっこよくないだって、そういうことでしょ。これにね、インスピレーション受けたわけでしょ。そういうことだよね。さすがディズニー。いや、もうこれだけで満足。ということで、説二つ目が、はい、狂犬病でございます。狂犬病といえば、まあヨーロッパを中心に広まった流行病ですけれども、はい、まあ主に犬とかに感染する病気だね。で、感染した犬が人とかに噛みついて、もうその人がもうあの領域みたいな感じなの。この狂犬病の特徴として、感染してしまった犬ってとにかく凶暴化するわけ。まあ、狼とかにも感染すると。はい、ああ、なるほど。狼にも行くわけだ。感染した狼が人間に噛みついて、ごく稀に人間も凶暴化することがあるのよ。あ、そうなの。そう、凶暴化した人間が他の人間に噛みつく。だから、まあ要はもうゾンビ。要はゾンビで、そのまあ凶暴化した人間が人間を噛む様子をこう遠くから見て、狼とかも噛んでるわけですから、なんかそれが結構ごっちゃになって、うわ、狼人間だみたいな感じになって、その目撃談が多いのではないかと。まず3つ目、老化妄想。まあこれだけ言っても全然ピンとこないと思うんだけど、老化はその狼化だね。あ、そっち。そう、精神病の一種なんだよね。自分は狼だって。俺は狼だみたいな。そう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 、俺は狼だって思い込んじゃう病気。その病気にかかってしまう人も結構多くて、その中でも犠牲者を出してきた人物っていうのがいて、その人物がペーター・シュトゥンプ。12歳の頃から黒魔術をね、こう、あー、もう入ってんな。一人で結構研究するようなタイプの人で、サイコパス寄りな。そうだね、もう完全にサイコパスで、そのカニバリズムってわかる？いや、人肉食ね。そう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 、人を食べるというね。この人ね、1500年代の人物なんです。1500年代っていうのは、その魔女狩りとかそういうのが流行ってた時期というのもありまして、ヨーロッパでね。まあ、それを念頭に置いてほしいんだけど、はい、で、まあこの人も魔女のことを勉強してて、で、悪魔からオオカミの毛皮でできたなんかベルトみたいなものをもらったんだと。ほう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 。で、これをつけている間は凶暴化してオオカミ人間になったっていう記述があるんですよ。そのベルトみたいなものを受け取ってから、まあ、約25年間、もうとにかくもう襲いまくると。25年間もそのバレなかった理由っていうのは、昼間はめちゃめちゃちゃんとした人っていうね。うわ、そう、怖いやつね。ホワイトサイコパス。そう、それで、夜になってそのベルトを巻いて、もうめちゃめちゃ凶暴化して襲うという。まあそんなね、まあ残虐行為を繰り返していたシュトゥンプなんだけど、収束を迎えるわけですよ。そんな彼でも見つかった理由っていうのが、猟犬っているでしょ。猟犬って犬、猟犬が血の匂いがするみたいな感じで、明らかになんか変な匂いするみたいな感じで探して、で、それでうわ、シュトゥンプがやったんだってことになって、で、猟犬に噛まれた瞬間にベルトがこう外れちゃったのよ。外れた瞬間に、なんかすごい、もうまるで別人かのような、もうすごい、もう真顔でもう、はぁ、みたいな、どうしたんですかみたいな。そう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 、やばっ。で、それで逮捕されて、結局もう今までやってきた残虐行為から、めちゃめちゃむごい処刑をされて亡くなった。むごい処刑。
まあ以上がね、その広まった原因3つの説ということで、はい、まあこれらの説が原因でそのこんな狼伝説が広まったんではないかと言われておりますね。まあね、今日のね、この狼都市伝説、狼男都市伝説を聞いてね、狼男イコール架空のキャラクターっていう固定概念がね、ちょっとぶち壊されたのではないでしょうか皆さん。確かに。またね、トゥンピョが巻いていたこの腹巻きなんだけど、はい、これ逮捕された瞬間にポロって外れたって言ったじゃないですか、はい、こう外れてこのベルトをね、谷の奥にね、投げ捨てたらしいのよね。警察とかその捜索隊としては狼化してしまった原因突き止めたいわけだから、徹底的にね、めちゃめちゃ探すわけですよ。でも見つからなかったでもそうなんです、はい、このベルト見つからなかったです、はい、諦めたのね。どこかで今もこのベルト持っている方が狼男として生きているかもしれません。絶対にダメ。時は止まらない、過ぎてくだけ、止まらない。